なんとシャーベットピンクの音源が宇宙初解禁されました。イエーイそう、そのねことについて今日はみんなの感想を聞いたりだとかたくさん語ったりしたいなと思って配信をします。イエーイ嬉しい。こんばんは。もうね、もう聞いた瞬間からあ、これ絶対みんなも好きな曲 だろうなってすごいワクワクしてて、早く聴いてほしいなってずっと思ってて、そうだからね、すごいやっとこうやってみんなとこうシャーベットピンクの曲を共有できるのがねめちゃめちゃ幸せですそうイントロから神、そうなんですなんとですね、出だしからピアノがチャララランラランチャンって始まるのですよ。そうもうね今日はね見てもうピアノ横に用意しちゃってるからなんだっけ、どんなんだっけな、ここね引き出すっていうね、素晴らしいよね、すごい好きなの。なんかピアノイントロから始まってからのこうだんだん盛り上がっていく感じ、素敵。そう今日はそうね、そう弾けると思って横にねスタンバイしてたピアノね。シャーベットピンク解説、そうね、歌詞とかもね、そう実はね、そう私さっきね、あそういえばと思って、なんて言うんだろう、その歌詞を覚えるためにね、よく紙に歌詞を書いて覚えることが多いんだけど、それでね、そう書いてたと思って見つけたの。でもねとっても本当に自分用だからめちゃめちゃ字が汚くて申し訳ないんだけど、多分歌詞ってみんな耳コピてかあれな感じだよねきっとね。あと確か昨日のやつって落ちサビっていうのかなのところが結構お話ししてたりしてね、そう歌詞がねわからないって方も結構いらっしゃって、そうだから説明していきたいなーなんて思ってるますじゃんね。もうね待ってね、本当にめちゃめちゃ字が汚いんだけれどもいいそうみんなぜひこれで歌詞を、ちょっと本当にね字が汚いのすごい恥ずかしくなってきちゃった。自分用でね、そうよくそのそうこれみんなにもしてほしいんだけどね、なんかお歌覚えなきゃいけないって時に紙に書く、一通りバーって書くとすごい覚えられる。じゃん1番、あそう歌いのところね忘れないように丸をつけて、恥ずかしい。そうなんとですね、そうめちゃ丸字なの申し訳ない、なんと私一番最初のところ歌ってるの、声聞こえたかなみんな、聞こえたじゃあずらずらっとこれが1番、あれ反転してる、もしやもしや、ごめんね反転してるわ。これがサビですね、めっちゃ汚い、ちょっと申し訳ない本当にこれが1番です。そしてですね、大丈夫見えたかな、2番がですね、じゃんこれが 2A ですね。恥ずかしい、ごめんね本当にちょっと字をスルーしていただいて、え何なんか違った、やだちょっと恥ずかしい、やだ何、3番が足りないって何、え何やだやん恥ずかしい、ちょっと見逃しといてやだ本当だ、そう本当に私これ本当にもう自分が読めればいいと思ってペペペと書いたもので本当に申し訳ない、こんなちょっと今日書き直せばよかったね改めて恥ずかしい、
工事してた鉄骨のビル、これが 2A です。あ、これは歌割り、大人っぽい。2番は大人っぽい歌割りで、こちらが2サビです。やだ、ちょっと間違えてたらごめんね、いろいろと。そして私が一番好きなこの落ちサビの歌詞、このね落ちサビがめちゃめちゃ好きで、あ、そう、歌割りはこことここです。ぜひ耳を澄ませてこのね、あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだって歌詞が好きすぎてキュンそうって感じです。そう、ぜひこれが完全版な歌詞、ぜひ覚えてくださいそうっていうのを思い出したんだ。いや、ここライブで歌うの楽しみすぎて、いつの日かなんか早く、そう、歌って踊ってるところを届けたいなっていう。あと、そう、すごいねあのもう聞いた時点から勝手に、な、ここだ、多分こんなコール入るなとか、あ、ここパンケチャだなとか言ってたそう、すごい楽しみ。なんかね、そうそうねえ、こんな感じです。歌詞ちょっとページが違くてあれなのだけれど、よっ、字汚い、ごめんね、歌詞こんな感じですっていうのをね、ついさっき思い出して、これみんなに見せられるなと思って持ってきましたこんな感じ、いい歌詞なの。そう、めちゃめちゃ私あの王道アイドルソングが本当に好きでね、そうだからすごい嬉しい。なんかまた今までの NGT48 の歴代のシングルとは違った良さがある感じで、めちゃめちゃ好き。そっか、歌ってって、もう歌ってもいいんだもんね、あらそう、今までちょっと歌いたくてずっと我慢してた、危ないねえ、そっかそっか、もう歌えるんだもんね、嬉しいねえ。なんかそう、歌詞がね、あのなんて言うんだろう、二人の男の子の恋の歌なのかな、なんだけれど、なんかところどころの歌詞でね、なんか私たちがこう、なんて言うんだろう、みんなに向けてこう歌えるような歌詞がたくさんあって、なんかどっちの意味でも恋愛曲としても、こうなんて言うんだろうな、私たちがみんなに歌うのとしても、なんかどっちとも聴ける歌詞というかね、すごい好き。そう、シャーベットピンクの正体はね、なんとあれだったの、その男の子が恋してる女の子のスカートの色のことだったのよ。びっくりでしょねえ、結構シャーベットピンクって何のことだろうって言ってくださる方がたくさんいて、そう、あ、これは男の子と女の子です。うん、そう、サビにね、そう書いてあるの、似合ってるスカートの素敵、そう、女の子もその久しぶりに再会した時に女の子が履いてたスカートがシャーベットピンクの色だったっていう、素敵すぎない素敵すぎるよね、すごいキュンキュンしてしまいました、初めて曲を聴いて歌詞を見て。ねえ、素敵だよね。そう、ということなんですよねえ、そうそうそう、衣装もそうなの、可愛いピンク色で、そう、シャーベットピンクのスカート買わなきゃね。そう、私も買っちゃったよねえ、なんかすごい嬉しい、とっても、早くみんなに届けたい気持ちでいっぱいね。えそう、あとあれよね、
MV も楽しみにしててほしいな。ねえ、ワクワクしちゃうね。うん、今年シャーベットカラー流行ってるみたいよ。だって、なるほどね、最先端じゃない？ねえ、そうそう、センチ巡礼してほしいな。楽しみだ。シャーベットピンクね。ねえ、そう、 MV いつなんだろうっていう感じよね。ワクワクしてる私も。うん、最先端。うん、あの場所は前の職場の時の通勤路。あら、え、すごいね。え、じゃあもう見た瞬間分かったって感じかな。嬉しい。そう、あの海、なんて海だったかな。なんかすごいのよ、こう道があって、なんかところどころにこういう丸いステージみたいになってるんだけど、そう、そこでみんなで丸くなって、そう、なんかもうそのティザーの時点で、公開されてる時点で、そう、結構もうみんなが行ってくださってて、そう、嬉しい。すごいね、綺麗なところなので、ぜひ。ちょっとね、名前を忘れてしもうて、何だったかな、ちょっとね、あれなのが申し訳ない、曖昧で。そう、すごいね、綺麗だった。あ、日和浜、それです、日和浜。そうです、そうです、そう、あれのあれ、そうそう、そうです、日和浜っていうところだったかな。そう、ちょっとぜひ皆さん調べてみてください。うん、すごいね、ぜひ行ってみてほしい。すごい綺麗なんですよ。そうそう、あとね、結構あれでしたよ、あの釣りをこうしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃってね。だからもしかしたらそこ釣りスポットなのかな。ね、結構ね、いらっしゃって、そうね、嬉しい。ぜひ行ってみたりしてみてください。うん、ねえ、楽しみだ、早く見てほしい。ねえ、ちょっとね、そう、 MV 公開されたらまたお話ししたいことがもうたくさんあって、まだ我慢しとこうかな。ねえ、本当にね、語りたいことがたくさんあるんだ。いつも波高いイメージある。あー、確かに結構ザパンザパンしてたかもしれない、こういう感じ。うん、な、ちょっとライトめっちゃ明るい、暗くしようか。おー、もうちょっとかな。うん、こんなだ。場所把握したって、お、ぜひぜひ。そう、いろいろね、いろんなところがあるので、いやー、楽しみ。そう、もう本当にね、あれなんだよね、めちゃめちゃみんなと早く曲を共有したくて、そう、待ちに待ったね、すごいたくさんあったかい感想をね、くださって、見てて幸せ。うん、ねえ、早く、う、歌いたい。なんか絶対いいよね、この夏絶対盛り上がると思う、歌ったら。夏曲っていうのがこう NGT にできたのがすごく嬉しい。うん。
か歌ってもいいんだもんね。なんか嬉しいね歌っちゃう、フルで歌ってみちゃう。そうだ、ここにちゃんと歌詞があるよてるねてん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 変わってるのかな。街の景色も花たちの香りも着替えている。元気だ、あったかい。何をしてたの。久しぶり君らしいシャーベットピンク似合ってるスカートの色、そよ風に裾翻し、可愛すぎる人と待ち合わせたサマーデイ。これが一番いい曲だ。じゃあ2番いきますね。放置してた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を着たせい、大人っぽい。太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた今でも好きな人と、やっと会えたホーリーデイ。あ、おちさび。チャラララララ、デン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 。愛しさはシャーベットピンク、さりげなく思い出させる。あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。テレレレレ、君らしいシャーベットピンク似合ってるスカートの色、そよ風に裾翻し、可愛すぎる人と待ち合わせたサマーデイ。イエーイいい曲。そうだ、思い出した。もう一個語りたかったとこ、これね、最後ね、1サビを繰り返すのだけれど、転調するの転調するのだってそう、そこがすごくまた好き。転調する曲すごく好きイエーイ、フルでした歌えてたかな。いい曲なんだよ。転調、転調、あ、なんて言うんだろうな、一段階上がるのね、キーが転調そっちそう、転調転調しちゃっていやー嬉しい。
いやいい曲なの。神曲嬉しいね。ねえ、ダンスも早く見てほしい気持ちでいっぱい。うん、はあ、涙でにじんだ。本当優しい声が返ってきたわ嬉しい。本当にね、素敵な歌ね、もう早く届けたい気持ちでいっぱい。あ、そうだね、トイピアノでもちょっと弾いてみちゃう。そう、こっちの方が音が完全だもんね。ちょっとね、でれれれれれ、鍵盤が足りないのよね。来るよ。これがそうね、完全版かな、音程もね。本当にね、素敵そう、絶対なんかさ、自分でもちょっと分かんないんだよね、どうなんだろうそう、すごい素敵な歌なんだよ。なんかこのメロディーの感じもめちゃめちゃ好き。君らしいシャーベット、子守歌確かにやっぱりさ、この音ってちょっと眠くなるよね。漫画足りたらな、ご両手で。いやー、そっか、このピアノもう一個欲しいねもう一個あったらもう2個使えるねえ、爽やかだけど切ない、なんかね、なんだろう、エモだよねエモって言ってみちゃったね。すごく素敵そう、2個使いでこうやってね、いやー素敵だ、うん、素敵すぎる、うん、いやー嬉しい、なんか共有できるのが本当にサビのところ、駅の発着メロディーに合いそう。え、合うかな。てん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 。ね、確かにこの音でなったらいいな。うん。なんで聴いた曲楽譜なしですぐピアノで弾けちゃうんですか。なあ、確かになんでだろう。なんかでもあれかな。いつだったかの音楽の授業の時に、なんかその音楽を聴いて
なんかその音楽の感想を紙に書きましょうみたいな授業があった時があって、なんかその時にその聴いてた音楽の音がその音符なんていうの分かった時があって、いつだったかな、なんかそっからなのかな、あ、そう、あとピアノしてたっていうのもあるのかな。だから結構そのピアノの先生とかに、あのよくね、そう、友達と通ってたのね、そのピアノ教室に。でその友達が弾いてたなんか課題曲がそれぞれあって、そうで教えられてない曲とかがたくさんあったんだけど、その友達が教えてもらってた曲がすごく素敵だなと思って、その自分のその教えてもらう時にそれを弾いたりしてて、そのピアノ先生なんで弾けるのって言われてたことが多くて、なんかいつからだったかな、なんかね、そう、全然鮮明じゃないんだけど、いつからだったかな、うん、あ、そう、あとあれとかチャリンコのチリンチリンの音とかそう、でも本当になんだろう、でも全然そんなあの絶対音感とかじゃない気がするそう、多分絶対音感ってさ、パーンとか言ったら分かったりするのでしょ。そう、全然分かんないもの、そうそうそう、なんかはっきりした音しか分からんからね、そうそう、3歳くらいから音聞いてるとそうなる人多いみたい。そうなの？なんか聞いてたのかな、うん、そう、パンそう、よくあるじゃない。ねえ、なんかでもそう、なんかもっともっと極めたいなって思う、うん、ね、だからもうせっかくならパーンって音も分かっちゃうぐらいになりたいって気持ちねえ、でも嬉しい、優しい、たくさんみんな褒めてくださるのねえ、どうなんだ、ちょっと自分でもね、そう、正式な名前がよくわからんのだけれども、そうねえ、でもなんかこれが、このお耳がこう活かせるのができたらいいな。なんかそう、こういう楽曲解禁された時とかね、ねえ、ここで弾けたらいち早くその聴けちゃうからね、ねえ、なんかそういうので活かせたらいいなーなんて思っておるうん、あ、大雨の避難中だけどつくつく癒された。いやー、そうだよね、いや、大変な中見てくれてありがとうだね。そっかー、ちょっとね、こう画面越しではあるけれどもね、いやー、本当にね、お体を大事に、うん、ねえ、どうか本当に願うことしかできないけれども、ねえ、お気をつけて、ねえ、いっぱい配信するね、ちょっとね、うん、そうだよね、ねえ、そっか、今会えない期間だけれどね、そっか、画面越しでね、いっぱい届けられるように、うん、ありがとうございます、見てくれてね、ありがたいね、そう、皆さんも無理せずで、うん、もうちょっと私のなんかそういう才能が欲しい、もう止まれっていう本当にもう雨を止まれっていう才能が何度欲しいと思ったかねえ、そうだよね本当にすごいね、こういう自然災害とかがあるたびにすごくそれを思う、天気のこそ、うん、ねえ、そうだね、ちょっとでもこうね、素敵な気持ちを
届けられるようにたくさん配信しようと思います。うん。そうだね、超能力か。ちょっと身につけたい、本当に。うん、なんか何配信がいいかな、何が嬉しいかな、なんか元気を届けられるような、何が好きですかみんな。SNS ありがたいね。そう、 SNS もそうだね、たくさん更新する。うん、なんかそう言ってもらえるのがすごく嬉しいというか、ありがたいよね。私もでもね、同じくらいみんなからそういう素敵な気持ちをもらっています。うん、カラオケ配信好き？本当？じゃあいっぱいしよう。今度いつしようかな。何、いつがいいんだろう。今日が7でしょ。うん、いつがいいかな。いつがいいんだろう。ちょっとまたいろいろとね、できそうな日を見てみる。うん、なんかそう、最近ね、あれなんだよね、なんか丸々配信って言って、こうなんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、何々をしますっていう配信をしてないなと思っていて。そうだから、なんかそうやって決めて配信したいなって思ったり。うん、そうそう、企画配信っていうのかな。そうだね。あ、そうなんですよ、日曜日、17、8、9、あれ何曜日まで数えたっけ、あれ7、8、9、12日。あれ11かな、11か12日、12か12だね。あ、12日だ、ありがとうございます。そうだ、私なんかその日にちと曜日が一致しなくてですね。そう、よかった、12日。そう、なんとですね、いつも稼働が日曜日にね、そう、毎週あのダンス配信というものを稼働がしてるんだけれど、なんとね、それになんと来週のじゃない、今週だの日曜日にね、お邪魔させていただくことになっていて。そうで、2人のその時間帯を変えて、2人の2つの端末から別々の企画で配信しようと考えておるので、ぜひ見てください。そう、今予定なんだけど、カドと話してて、そう、いつもカドの配信が2時から14時から配信されてて、そうだから、カドの配信端末でする配信は2時からにしようって言ってて、そうで、私たちの、私やないよ、あちょっと日本語が、私の端末からするのは12時半かなからにしようって話をね、今予定を立ててて。そう、また改めて告知するね。うん、久しぶりにみんなに歌だったりね、ダンスを見せれる感じです。楽しみ、すごい楽しみね。なんかいいよね、そう、そういう配信ね、できるのすごい嬉しくてね。今日のお洋服、そう、今日はねピンク着たんだよね、ちなんで、よいしょ、じゃん、かわいいでしょピンク。買っちゃった。ピンクいのを着てみた。そう、なんかやっぱりすごいね、ピンクの服着たくなっちゃったよね。そう、
高杉くんね、ピンクいのよ。よいしょ。一番好きだって言いたくなった。わっ、もうね、早くおちさみみんなに向けて歌いたすぎてる。楽しみ。君が一番好きな、デリデリデリ。ねえ、どんなコール入る？俺もって。君が一番好きだ。俺もか。どうなるんだろうね。ちょっとワクワク。ワクワクしてますよ。うん。楽しみ。おつぐが一番好きやで、かっこめっとぽ。嬉しい。ねえ、楽しみすぎる。うん。初めてファンの前で披露するときはかなり熱そうだね。確かに。ねえ、なんか絶対。なんか私、涙が出るかもしれない。ねえ、なんかそんな気がしてる。初めて披露するとき。ね。ねえ、なんか楽しみだね。なんか歌っててすごく感極まっちゃいそうな気がする。ね。なんかでもね、そう、まだね、難しい状況だけれど、やっぱりね、こう、なんだろう、ファンの方が目の前にいてくださってて、こう見てくださってる状況で早く歌いたいっていう気持ち。うん。ねえ。そう、最初の感想、そうなのよ。そうなの。いいよね。うん。わあ、野外ライブ、そうだね。夏にさ、外でね、披露とかできたらきっと最高なんだろうな。ねえ、頑張らなくちゃ。そう、本当にね、もう早くね、披露したい気持ち。うん。ねえ、頑張る。そう、でもあれなのかな、やっぱりしばらくはあれかな、無観客になっちゃうのかな。ねえ、いやー、本当にね、早く対面して披露したいの。うん。ねえ、劇場とか、はあ、劇場で踊りたい、早く。ねえ、劇場でさ、一番最後の曲これだったらもう最高よね。楽しみ。ねえ、そうよね。もう何かいい方ないかしら。ねえ、そう、公演とかもね、早くしたいよね。そう、私も早く歌って踊りたい気持ち。あ、そっか、人数制限とかしたらあれなのかね。ねえ、実現しますように。ねえ、なんか夏に実現したいな。ねえ、もうそろそろ会議、ほんと、ちょっと楽しみ。自粛しすぎて公演体力、あー、公演ね。確かに体力問題ね。あ、危うい。危ういですね。そうだよね。でもね、一応ね、一応ちゃんとね、お家でこれをしてるの、名前が出てこない、このってやつ、おってするやつがあるんだけど、
それをね毎日してて、でも多分それだけじゃあるよね。ねえ。コール忘れた。そうよね。ちょっと、そっか。そうだよね。コールもなかなかその公演がないとする機会もないもんね。ねえ。そう、なんて言うんだっけなこれ。なんかね、あ、プランクです。プランク、プランク、めちゃめちゃきつくて。そうそう、ストレッチポールもゴロゴロしておりますね。えダンスね、ちょっとやろう、頑張ろう。うん、そう、体幹のやつ、そうですそうです。プランクトンそれちょっと微生物になっちゃうから懐かしい。プランクトンの勉強したよ、小学校の時ね。ねえ、劇場ね、早くしたいな。そう、微生物ねそう、川のお魚が食べるやつね、プランクトン懐かしい。いや、ちょっと扇風機を上に上げようかな。いやー、待て待て、熱い。懐かしい。そう、ミトコンドリア懐かしいね。なんかあとさ、こういうこういうのいたよね、こういうやつ、わかる名前が出てこない、なんだっけな、それ好きだった私、なんかこういうやつわかる、なんだっけな、そう、そういうやつがいて、そう、それが好きだったあ、そう、ミジンコそうです、すごい、みんなわかってくれた。そうそう、ミジンコ、それ好きだったな。いいかも、特技かも、ミジンコの真似すごいね、これで分かってくれるみんなもすごいね、懐かしいすごい、びっくりしちゃった、一気に微生物の話になったよ。お、ゾウリムシ派ですゾウリムシかー、そっちかー面白い。これね、あの何、本当草履の裏みたいなね。そうそう。懐かしいね、微生物。いやー、めちゃめちゃ懐かしい。いいね、そう、モノマネゲットしたよ一つ。うん。懐かしい。そうね、なんでミジンコの話になったんだっけ、ちょっと待って全然思い出せんぞ、なんで微生物になったんだっけね懐かしいね。そう、びっくりしちゃった。今日は微生物配信ということであ、なんだっけ、なんでそうなったんだったかしら。あ、プランクトン、そうだそうだ、そう、プランクの話してたんだよね。あ、そう面白い、みんな、あー、なるほどね、そうだそうだ面白すぎるすごいわ、面白い。多分私みんなのコメント見て一生笑ってられるね、面白い。そう、体感が始まりだったねお、はじめまして、嬉しい、ありがとう、こんばんはだねね、次通所撮影会でミジンコ、いいね決まりだね
うん、涼しい。面白いね。いやー、何、あ、今、そっか、なんか歌って、何がいい何がいいかな。なんか本当にね、すごい今シャーベットピンクを共有できる幸せに浸っている私ね、すぐの無人化スクショしたって今日のジュアルスクショ雪でねえ、みんないつも嬉しいんだよ、すごく。あ、アカペラシャーベットピンクもう一回歌っちゃうもう一回歌っちゃう、サビがいいかな。君らしいシャーベットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾ひる返し、可愛すぎる人と待ち合わせたサマーデイ、てん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 。そっか、前半にね、歌とピアノも全部やっちゃったから後半にしたらよかったのか舞い上がっちゃって早めにしてしもうたわね、AKB シームさんが見てくださっている。お、わー嬉しい、こんばんは、こんにちは。お、嬉しい、見てます、どうもお恥ずかしい、ありがとうございます。嬉しいですね。あ、そう、そんな皆さんに告知ですなんとですね、そう、さっき情報が解禁されたのかな、そう、シャーベットピンクの方はね、みゆみゆとひなたと、さんちゃんとあおちゃんと、そう、インタビューをしていただいたんですよ。そう、ぜひ皆さん見てください、インタビューしていただいたの。そうそう、ね、いつだったかな、いつ解禁でしたっけすいません、確かね、来週、今週、今週かな、あ、明日解禁ですって。面白い内容ですよね楽しみにしててください。そう、たくさんね、いろんなね、お話をさせていただいたので、ごめんなさい、9日でした、だってだそうです9日、9日ってことは789、しあさってだね。ぜひ見てください皆さん。そう、たくさんね、いろんなシャーベットピンクのことももちろんだし、そう、ほんといろんなことをね、お話しさせていただいたので、うん、そう、あさってですね。あさって、あ、そう、ごめんなさい、あさってだ。あさって、楽しみにしててください。ありがとうございました、モーテッドシムさん。あ、モーテッドシムさん。ミジンコ披露しなきゃ。多分ね、もう見てないね。恥ずかしい。そうなんですよ。あ、そう、あと、モーテッドシムさんといえばですね、あれだね。明日かな、明日にね、もう一回、そう、中間発表かな、最後の、あら、見てくださってた、恥ずかしいあら、恥ずかしい、今度はミジンコショットも掲載させてもらいますやったやったやだ、ちょっと極めておきます、嬉しいちょっともっと
その時までにミジンコ極めておきます嬉しい、やった恥ずかしい、てっきり乱れてないかと思っていて恥ずかしいやったねはぁ、そう、ミジンコ芸ね嬉しいミジンコすごいね、なかなかないよね、ミジンコ真似するアイドルねそう、顔が重要、そうなの、顔が大事、このって顔ね、これミジンコ感あるでしょ、この顔ゾウリムシじゃあゾウリムシ次までに極めとくねあ、そう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 、最終投票のこと話してたんだった、そう明日に最後の中間発表があって、で11日が最終投票で、12日のそうね、なんかあっという間だね、なんかすごい秒で7月になってたね、投票ありがとうございます、たくさんね、カッポかわいいよね、カッポ、そうカッポイントっていうね、ポイントがあって、そうそう、いやー嬉しい、そうね、頑張ります、嬉しい、そう、なんかあれよね、なんかあーでもそっか、いやちょっとなんて言おうとしたんだっけそっかとか言って、あ、そうそうそう、そう、今なんとですね、そう、皆さんがなんと3位、すごいよね、3位にね、3位までこう上げてくださって、なんかそれも信じられないくらいで嬉しいよね、ね、そう、でもなんだっけ、ベスト2な、ごめん、ちょっと日本語が違う、2位以内だね2位以内に入れるように頑張りたいなって思ってるので、ぜひ最後まで一緒に頑張っていけたら嬉しいなと思ってますね、え、早い、あっという間だね、え、頑張るぞ、すごく嬉しい、たくさんみんなのコメントにね、元気をいただいている、頑張るぞ、いやーでもそっか、言うてもう今日7だから4日後か、早いね、早すぎるね、あっという間だね、ねえ、一緒に頑張れるって幸せなこと、本当に本当にそうね、えなんか嬉しいんだよね、すごく頑張れるのね、えすごいありがたい、なんかそう、あのアプリのね、じゃんけんのやつもそうだったけど、本当にね、なんかなんて言うんだろうね、こう一緒に頑張ってくださるのってものすごくありがたい、うん、ねえ、楽しむこと大事、そうね、なんかこのね、一緒に頑張れてる期間自体がもう楽しいよね、なんかね、嬉しい寝て起きたら11日になってそう本当にもうそれレベルで、もう日が経つのがあっという間すぎてね、えあっという間なのよ、うん、投票してんのミジンコポーズやってみるね、あ、ちょっと顔が舐めてた今の、ちょっとごめんダメだ、ちょっとね、ミジンコの顔はね、ちょっとね、なんかちょっと煽ってる顔だよね、ちょっとちょっとね、よくないよくない
ごめん、ちょっと今の顔ちょっと舐めてた。ちょっとね、投票してくださいの顔の態度じゃなかったね、今ちょっとね。いやでもね、本当にでもね、きっとあれよね、いろんな、そうメンバーさんがたくさんいるからね、あれよね、多分その推しが2人いるとか何人いるって方もたくさんいると思うのよね。そうだからね、無理しない程度に、そうすごくでも矛盾してしまうけど、応援してもらえたら嬉しいななんて思っておりますよし口を塗ろ。よしみじんこの表情だと投票してくれよなって感じだね嫌な顔だわね、そうオレンジだよ。そうなの、ちょっとね、ちょっとみじんこの顔ちょっと注意が必要だね、この顔ね、NGT の中ではゆかたつぐみが好き。嬉しいね、ゆかちゃん嬉しい。なんかすごいあったかい NGT 推しの皆さん、なんかもちろん全グループの皆さんもあったかいんだけれど、すごいね最近改めて思うのよね。そこは意識高くピンクで、あっやっちまったうわピンクにするべきだった。ちょっと今からピンクってことにしたくね、これピンクですそうでしたプランクトンが好きなどういうことよねえそう、これはピンクです手遅れかちょっと遅かったかそう、でもね、あれなんですよ、 MV の時はね、ちょっといつもよりピンクっぽいメイクをしたつもりそうどう見てもオレンジそうだよね。いやでもきっと心が綺麗なみんなにはこれがピンクに見えてくるはずちょっと怪しいよね、洗脳してるみたいね。そうピンクですねね、いいね、なんかピンクメイクたくさんしたいね、曲にちなんで。そう今日服がピンクだからね、そうそうそうピンクって名前かもしれない、それはちょっとわからん名前がピンクはちょっとわからん面白いいやー楽しい、ゲラゲラしちゃったお、髪なびいてる、ほんと？そう、ちょっと風を浴びてます。ねえピンクピンクつぐみえ、こんばんはかわいい、お手紙みたいに書いてくれた、こんばんは、つぐみより嬉しいね、あ、そうだ、あともう一つ告知があった、これもね、9日なんだけれど、ボムさんでね、ひなたとみゆみゆとね、
そう、グラビアをさせていただいたのでぜひチェックしてください。これも楽しみだね。これもね、いろんなシャーベットピンクのそうことについて話させてもらったり、そう、あとはね、そう、今年の初浴衣がボムさんでした。そう、嬉しかったな。ほんとね、そう、9日だね、確かね。水着ある、水着はありません。あ、でも、なんて言うんだろう、部屋着、部屋着を着ました。そう、部屋着を着させていただいて、そう、でもね、きっとね、私は思ったの。そう、あの、多分お水着ってさ、18歳からじゃない。だからきっと、そう、私がいることによって部屋着なのよね。なんか申し訳なくなってしまった。そう、みんな水着って聞いてくださるから、そう。ねえ、そう、きっと多分ね、ひなだとみんみんはね、お水着を着れるお年じゃないの。そう、なんかすごく申し訳ないって気持ち。そう、みんな水着が大好きだから。ね、そうそう。え、でもそっか、来年なのか。早いね。でもちょっと恥ずかしいよね、お水着ね。え、そう。ねえ、恥ずかしくなっちゃうよね。確かに。いやー、でもね、すごいなんかこういう撮影をしてもらえるのがめちゃめちゃ好きで、そう、なんかその撮るのも好きだし、撮ってもらえるのもすごく好きだからね、めちゃめちゃ嬉しいんだよね。そうそう、うん、そう、お洋服ね。そうそう、ちゃんと布のお洋服ね。うん、そう、お水着ね。そう。うん、昨日のレナポのお仕事見たよ。ねえねえ、見た、みんなも。ねえ、ちょっとちょっとって、ポチャーンって。ねえ、なんかでも、そうだよね、ポンちゃんも二十歳だもんね。やーん、大人だね。会いたくなっちゃうね。そう、違憲の案件ですね。ほんとだ。そう、そう、ちょっとちょっと。にゃーん、夏だ。でもなんか夏って感じするよね、浴衣とか水着とかね。うん、お水着じゃなくてもつぐちゃん尊いって顔してる。優しい。優しい、嬉しい。そう、ぜひね、でも楽しみにしててほしいな、ボムさん。うん、夏だからだね。うん、もう楽しみ、絶対に購入する。うん、ねえ、浴衣楽しみだ。嬉しい。そう、なんか、そう、よくね、その好きな可愛い女の子とかがたくさんいて、尊いってなるじゃない。なんか自分がそれをこう言ってもらえるのって不思議な感じがするよね。嬉しい。うん、ねえ、お祭り行きたい。お祭りいいよね。
いやーなんかそうお祭り、なんかお祭りとかさ、ああいう人がたくさんいる賑やかなとこがすごく好きなんだよね。うん、出店、なんだろう、出店か、いっぱいあるな。迷う、なんだろう、なんかもう安定な冷やしパインとかもめちゃめちゃ好き。あとなんだろうな、あとみかんのやつとかあベビーカステラ、そうベビーカステラのさ、デミスさんいつもこうお一つどうぞって食べさせてくださるんだよね。そうパッポ焼きは安定だね。毎年ねお祭りのたんびにパッポ焼きを大量に買って帰ります。懐かしい。あーなんかお祭り行きたくなるね。ねえ関西人はたこ焼きいいね。たこ焼きもいい。あーお好み焼き、あと箸巻きとかも美味しいよね。美味しい。みじんこすくいいや初耳待ってみじんこ、みじんこ見えるかなんかどこみたいな感じ面白い。みじんこすくいこんばんは、かわいい、嬉しい嬉しい。そうみじんこね、いやーいいな出店ね。冷やしきゅうりも美味しいよね。あとなんだろうな、いろいろあるよね。あかき氷とかね。うん懐かしい。そう私すごいなんかちっちゃい時になんかそういろんなすくいシリーズあるじゃない、スーパーボールとか。そうなんかそういうのがすごく好きで、なんだっけな、なんていうんだろうあれ、なんかブニブニしてるこういう丸い丸々がいっぱいこうすくえる出店があって、そうそれがめちゃめちゃ好きでね。そう一回やった覚えがあるんだけど、そう確かねなんかいつだったかな、そう袋にこう入れて持って帰るんだけど、もうなんか私その時から多分この手のねこの力が多分めちゃめちゃ強かったんだろうね。なんか大事に握りしめちゃったらぶっちゃぶちゃになっちゃってそう伝わるかな。そうなんかスーパーボールじゃなくってなんかゼリーっぽい、なんか食べれないんだけどゼリーみたいな丸い、あなんかキラキラしてる、なんか瓶とかに入れて飾ると綺麗だねっていうやつがね昔すごく好きで、そうぷよぷよしてるやつ。そうあそうあとはねあれでした、お祭りの出店のあの AKB さんとカラさんがすごく好きだったのね私で、その写真を射的とかくじとかで集めたりしてた。そう懐かしい。でそれを学校に持ってって、そうみんなと共有してたわかる、すごい懐かしい。そうあ時間ありがとう、残り20分ありがとうございます。そうカラーさんと AKB さんすごい好きだったんだよね。ねえそう頑張らそうなんだよね。え頑張ら祭りがねすごく好きで、うんいたたたた懐かしい。なんか昔すごくなんか最近このなんて言うんだろうな、こう中学校とか高校生になってからはもう本当になんて言うんだろう、射的とかをしなくなったのよね。そうヨーヨースクイとか
そう、なんかねあれだったんだよ、なんかほんとね、その小学校の時とかはね、そういうゲーム系っていうのかなの出店をすごいやってたんだけどね、いつしかしなくなってたよね。だからすごく懐かしく感じる。うん、そう、お祭りね、花火も行きたいよね。あら、おーって来た、おー嬉しい そうなの、大人になっちゃったよ。うん、いやー懐かしいね、なんかその出店。でもやっぱりお祭りによって違うのかな、出店の種類とかね。ねえ、なあ、くじとかもやってたな、懐かしい。あ、肩抜き、あー懐かしい。肩抜きもね、私一回だけ友達と前にやったことがあったんだけど、秒殺でした秒でダメでしたそう、下手っぴだったうん、そう、あ、新潟、新潟嬉しい。そう、難しいんだよあれ、肩抜きね。なんか何だったっけ、肩抜きが成功すると何だっけ、食べれるんだっけ、何だったっけ。そう、すごい難しいんだよね。そうなの、そうなの。あ、商品くれるんだね。あ、おー、そうなの。あら、知らなかった、私知らないでやってたわ多分その時。素敵、そうなんだね。なんか、あ、そうそう、失敗したやつを食べるやつだ。あ、そうだそうだ、懐かしいな肩抜き。なんかなんて言うんだろう、あれなんなんだろうね、ガム、ガム、ガムでもないんだけど、なんかこう、まあありまして、でなんか形がかたどられてて、なんかそれをきれいにこう、なんて言うんだろう、崩さないように形をこう、なんて言うんだろう、切り取るっていうのかな、針みたいなのでツンツンして切り取れ、上手に切り取れたら、そう、成功っていうやつで、そう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 、なんかそう、なんか不思議な味がした思い出うんうん懐かしい。よいしょ、ごめん、止まってしまった止まってしまった。そうなの、肩抜き、そう、ぜひ調べてみて。うん、いやー、いいなー。そう、判定がそう、すごく厳しいって聞いたことあるよ。うん、うん、そう、止まっちゃった。そう、なんかね、あれなんだよ、なんていうの、コントロールセンターってあるじゃない。そう、それをね、たまに開いちゃうんだよねそうそう、関西では聞いたことないって。あ、やっぱ、じゃあ地域にもよるのかな。ねえ、そう、新潟のその蒲原祭り、なんか他のお祭りもそうかな、そう、肩抜きっていうのがあるんだよね。そうなんだ。ねえ、そう、なんか全国共通なのかなって思ってた。ちょっとね、ぜひ調べてみて。うん、懐かしいね。いやー、お祭り行きたいねめちゃめちゃお祭り行きたい。なんかもう、なんて言うんだろう、あの場にいるだけで楽しい感じしない？雰囲気が好きなんだよね。あとすごい、その蒲原祭りの出店の、そう、方がすごい優しくて、そう、よく唐揚げとかサービスしてくれたりするんだよね。
そう、すごい温かい方がたくさんいてそう、すごいね、ポップ焼きとかもそうサービスしてくれたり、そうそう、お姉ちゃんおまけねってくれる優しさ、あ、ありがとう。お時間早い、もう12分だと頑張る祭りね、いやー行きたいな。そう、そっか、もうやってるとしたらもう今頃か、あれだよね、6月の後半から7月の最初の方だもんね。お祭り行きたいね。そう、なんかみんなハッピーだよね。そうそうなの、なんかあったかいよね雰囲気が。懐かしい。頭をこうなでなでして、あら止まってる、待って、あら止まってる、あれ、はあ、やだ Wi-Fi が、あれ、あ、動いた、よかったあれおかしいな、 Wi-Fi おかしいな、あ、頭なでなでするとこ止まってた恥ずかしい。そう、頭をなんていうの、頭が良くなりたいって思ったらその銅像の頭をこうなでると頭が良くなるよっていう、そうそうだよ、また今一人で喋ってたよ私そうそう、なんかね、そういう噂があって、そう、あと足が速くなりたかったら足をこうなでなですると速くなれるよっていうのがあったんだよね。うん、そうっていう話を今一人でしてたの恥ずかしい恥ずかしすぎる。そう、ご利益をいただけるみたいな感じなのかな。うん、ちょっとね、そこも好きです。よく友達とね毎回行ってました。そう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 、一人でこうやってジェスチャーしてた多分今恥ずかしいそう、あ、ごめんなさい、なんて言った、私ご利益、そう、ご利益、すいません間違えたかもあ、そう、ご利益、ご利益、え、ごめん、私なんて言ったんだろう、すまないですそう、ご利益をね、こういただけるんだよね、きっと。そう、どうぞ、やだ、ご利益って言ってたって恥ずかしい、すまないやだ恥ずかしい、ちょっとすごく恥ずかしい、間違えちゃったご利益ねそう、うん、もう少しで1万人、あ、嬉しい、行くかな、終了までに9089ってことはあと20人達成するかな、嬉しいな、たくさん、うん、あ、でもそうだよね、自己利益だもんね、やだ恥ずかしいでも今日の配信でちょっとねもう二度と間違えません恥ずかしいあ、行った、わ、本当だ、嬉しい、1万79人の皆さんありがとうございます、嬉しい、こんばんはやった、嬉しい、なんかありがたいね、毎回たくさん見に来てくださって嬉しいな。つぐみを見てるだけでゴリゴリ役
ご利益ありそうだって。ほんと？ちょっと出しとくね。優しい。うん、つぐつぐ嬉しい。いやー、そう、ご利益ね。そうそうそう。あー、危ない危ない。うん、ミジンコ。セーフでしたね。危ない危ない。そう、結構やっぱりそうね、漢字間違えてめちゃめちゃ恥ずかしいね。ちょっと気をつけよう。アウトかな、アウトか。うまつがみは学力が1上がった。てってれー、やったね。 IQ1 ぐらい上がったよ今で。みんなのおかげで。そう。ね、そう、歌詞ね、ちょっとそう、なんか久々にこんなたくさん字を書いたから恥ずかしいね。なんかしかもさ、今書いた文字やなんていうのないから、そう、なんかすごい恥ずかしい感じする、改めて自分で見ると。そう。お、つぐのおかげで帰り道楽しいだって。お、今帰ってる途中なのかな。うん、気をつけて帰っといで。嬉しい。そうか、じゃあ帰りながら見て聞いてくれてるのか、嬉しいね。なんかねえ、みんなの生活の一部に慣れてるのが嬉しい。そう、結構そう、あれよね、なんかお仕事中に見てて、そう、音が出せませんでしたっていうね方もいて、そう、なんか動いてる映像だけ見てたよって言ってくださる方も結構いて、すごく優しいね。伝わってるのかな、口でわかるもんなのかね。ねえ、遠回りしたくなっちゃう。好き、すごく。兄ちゃんが反応するやつですね。うん、うん、遅くなってすみません、全然だよ、嬉しい。仕事中だけど普通に見てる。本当？音とか出して大丈夫？嬉しいね。配信見たくて残業しないで帰ってきた。本当？なんか嬉しいね、優しい。楽しんでもらえてるかな。ね、まあ残り4分、ありがとう、たくさんね、いつも時間も。ちょっと怪我すごかった。どうしよう、じゃあ残り4分、なんかシャーベットピンク関連のことをしたいな。何でいいかな。そう、今日たくさんシャーベットピンクを語りますって言ったんだけれども、そう、もう興奮しちゃって前半にめちゃめちゃ話しすぎちゃって。ね、そっか、今来てくれた方もいるもんね。じゃあ毎回シャーベットピンクね歌おうか。じゃあちょっと早いバージョンでいきますね。いくよ。じゃん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 気づかないうちに変わってるのかな。街の景色も花たちの香りも着替えている。元気だったかい、何をしてたの。久しぶり君らしいシャーベットピン
ち合わせたさまで。じゃあ。じゃ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 。放置してた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を切ったせい、大人っぽい。ラララララ太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた今でも好きな人と、やっと会えたホーリーデイ。じゃじゃじゃんだけでん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 、じゃ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 ららら、じゃん。愛しさはシャーベットピンク、さりげなく思い出させる。あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。じゃららら、ら君らしいシャーベットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾翻し、可愛すぎる人と待ち合わせたサマーデイ。お、ちょうどかな、きっかりかな。よかった、最後にフルで歌えて嬉しい。素敵な曲、早くみんなに届けたい気持ちでいっぱいね。え、また MV も楽しみにしててくれたら嬉しいなと思います。最後までたくさんありがとうございました。またねみんな。お、すぐすぐ、またね、ありがとう。よいしょ、バイバーイ。